This is from Louisiana in Indonesia. Could I request Love Bites as a guest on Jay Mello? I really want all people to know this band. Let's spread Japanese girl metal to the world. No problem. If you're a Love Bites fan, don't go away because the girls are dropping in for a chat.すごいこうねサウンドも激しいしこのねビジュアルからはなんか想像できないねパフォーマンスだなと思いました。あのヘビーメタルバンドなんですよね。はい、そうですそうです。すごい。このメンバーで始めたきっかけって何だったんですか？もともと私ベースの美穂とドラムの春菜が別の女性だけのメタルバンドを組んでいて、そのバンドが活動休止になってというところで、じゃあもっとかっこよくて洗練された女性だけのメタルバンドがやりたいねって二人で話して、もともと知人だったギターの宮古と緑に声をかけて、はい、で浅見っていうボーカルにも紹介を通じて知り合って、この5人で集まってメタルをやることになりました。もう私はもともと本当はメタルは初めてなんです。初めましてなんです。このバンドで初めて。そうなんです、そうなんです。どういうことですか？もともと、サポートっていうかコーラスのお仕事を主にやってまして、で自分で歌うのも、ソウルとか R&B が多かった。あ、そうなんです。こっち寄りとか言ってそうなんですか？はい、ちょっと待って、 R&B はこんなうわーってやる。そうだから全部が初めましてで、あのなんか新しい扉を開いてもらった感じですね。そうなんかずっとあったんですね、隠れた自分の。あったのかもしれない。それをこうね、サウンドはもう激しい男勝りのヘビーメタルのサウンドにのバンドにしようと思ってはいたんですけれども、はい、歌ボーカルだけに関してはやっぱりちょっとそのジャンルにはいないような歌い方をしてくれる人がいいなっていうのを最初の時点から思っていたので、麻美と出会った時にこのちょっと R&B 風の歌い方とメタルが融合したらどんな風になるんだろうと。先月イギリス の, あのメタル専門誌主催のアワードでベストニューバンド賞を受賞されたんですよね。はいはい、おめでとうございます。でもどうやってそこにこう見つけてもらえたというか目をつけてもらえたんですかね？去年の、うん、イギリス公演ですかね。去年行った時のライブ、メタルハマーの関係者だったりが見に来てくれたりとか、結成当初から海外で活躍したいなっていうのがあって、まずヘビーメタルっていう音楽がイギリスで生まれたと言われてるんですけれども、はい、やっぱりその本場、サッカーも野球もそうですけど、ぜひ本場で挑戦してみたいみたいな気持ちがすごくあったので、まあ、世界で活躍するための皆さんのこう武器、オリジナリティってどんなところだと思いますか？私たちも本当にCD のミックス制作は海外のエンジニアさんにお願いしていたりして、サウンドは完全に海外のヘビーメタルのような形なんですけれども、私たちが作り上げているメロディーラインっていうものはもうすごく日本人らしさっていうものも残っていて、もう海外とその日本の良さ合わせたヘビーメタルが私たちの中にはあると思っていて、それがすごく良さになっていると思います。その日本らしいメロディーって どういう感じなんでしょうかね？私曲を作ってるんですけど、やっぱりでも何でしょうね、夜な抜きってなんか言葉がありますけど、なんかその日本人が好き なんかこう音階って分かりますよね。ありますよね。そういうのやっぱり入れるんだけれど、やっぱり英詞がその後乗ってくるので、やっぱ音数は少なめというか、こう英詞がやっぱ乗りやすいように、私はあんま英語できないんですからこう感覚的にやっていくんですけど、でこれは英詞乗るかななんて話をしたりとかして相談しながら、そう曲作ね。だってメロディーが日本っぽいと英詞って難しいですよね。そうなんです。作詞はされてるんですか？はい、してます。私ドミコもやってるんですけど、最初はだから本当に結構メロが詰まってて、それに乗せてたらもう早口言葉で。そうですよね。そうだからね、日本語だとね、あなたでも済むけども、英語だと言うでもう終わっちゃうんで、結構そこにはめていくのは大変かなって思います。8月には、ドイツで行われる世界最大級のメタルフェスティバル Wacken Open Air に出演されるということで、そしてイギリスの Bloodstock Open Air への出演が
決まったってこれすごくないですか、どんなパフォーマンスにしたいですか。私たち結成当初からもう出演したいと思ってたフェスで、もうそのフェスに日本人女性バンドが出るのが、ラブバイツが初になるんですね。すごく名誉なことなんですけど、私たちの持つちょっと日本人女性らしさを残しつつ激しいパフォーマンスをしてこれたらいいなと思います。いやもうぜひその日本のねそのプライドというか、ものすごい人がいるんだっていうのをぜひ見せつけてほしいなと思います。頑張ります。じゃあ最後に世界の視聴者の皆さんに向けてメッセージお願いしていいですか。Thank you for your support. We are Love Lights from Japan.We hope we're gonna play a show in your beautiful country. Please keep banging your head. Until then, see you soon. Okay, so let's check out a track from Love Bites. This is called The Crusade.